北半球での糖度の分布。紫の地域が永久凍土永久凍土中の氷草びポリゴンと呼ぶ糖度が溶けた様々な形の水たまり永久凍土とは2年間以上に渡り継続して温度摂取0度以下を取る地盤のことである。この用語の定義の上では氷の存在ではなく温度条件で考える。英語では 永久凍土のことをパーマフロストと表記するが、パーマネントリーフローズングラウンドの省略語で1945年に SW マラーによって使われた。永久凍土は北半球の大陸の約20%に広がっている。永久凍土の厚さは数百メートルにも及ぶこともある。永久凍土の上部には夏の間溶けている活動層があり、ポッドゾルという酸性の土壌となり、 大河や草原となっている。活動層の厚さは、年や場所によって変化するが、典型的なものでは0.6から4メートルの厚さで、ある。日本では、富士山頂上付近及び、大雪山頂上付近、北アルプスの縦山などに、永久凍土が確認され、槍ヶ岳、ホタカ連邦の大きいレッドカール内に存在している。可能性が高いと報告されている。永久凍土は、 氷河や氷床を形成するような大量の降雪がなければ年平均気温が氷点下より低いあらゆる気候、典型的にはツンドラ気候で形成されその規模は気候に応じて変化する。しかし季節ごとの地面の温度変化が気温の変化より平均的に小さくなればその深度は深くなる。もし年平均気温が 摂取0度に近い温度まで上昇すると糖度は部分的に誘拐し、点在して分布するようになる。これを不連続永久糖度という。一般に永久糖度は年平均気温が低く、摂取5度から摂取0度の間の気候下条件で不連続になる。年平均気温摂取5度以下では糖度の誘拐は起こらず、連続永久糖度地帯が形成される。表記に例外的に 批評が地域だったシベリアやアラスカは現在より摂氏11度寒冷であり現在の凍土の深さは当時の気候状態を保存している北半球の連続永久凍土境界は極東から北方向の地域に分布するこの境界の北ではすべての地面は永久凍土もしくは氷河氷床に覆われる東西方向の広がりを見ると 場所によって地域的な気候の影響を受け、境界が北や南へ遷移する。南半球の場合、もしも陸地があったなら、連続永久凍土境界は南極海とほぼ並行して、氷河氷床に覆われていなければ、大陸のほとんどが連続永久凍土地帯であったと思われる。最終氷期最寒冷期には、連続永久凍土が現在よりも、はるかに広く、地上を覆っていた。 ヨーロッパの氷に覆われていないすべての土地、南はポーランドのセゲドから乾燥し干上がっていた。アゾフ海まで中国では北京まで広がっていた。日本では中部から東北にかけての高地や北海道のほとんどが連続もしくは不連続凍土に覆われていた。北、アメリカでは氷床の南端、井戸にしてニュージャージー州からアイオワ州南部。 ミズーリ州の北部の極めて狭い一帯のみにしか分布していなかった。南半球でもこの時期ニュージーランドのオタゴ中央やアルゼンチンのパタゴニアで永久凍土が形成されたいくつかの証拠がある。だが極めて高緯度の地域以外では不連続で高度が極めて高い場所に限られていたようである。永久凍土の分布する地域には いくつかの特徴的な地形が発達する。永久凍土の分布と振動を計測することで、近年アラスカとシベリアの永久凍土の誘拐が報告されたように地球温暖化の指標になる。カナダのユーコンジュミ州では、連続永久凍土帯が1899年以来 100km 北へ移動した。しかし正確な記録は30年しか遡れない。永久凍土には、 メタンハイドレートが含まれており、誘拐すると強力な温室効果ガスであるメタンや他の炭化水素を大気に放出し、世界的な温暖化を激化させると考えられている。また、永久凍土は北極地方の平原を安定させているが、温暖化によって侵食や建築地盤の沈下などが進むと予想される。2014年頃からロシア北極圏に 巨大な穴が開いていることが発見されており、ロシア科学アカデミー石油ガス研究所のボゴヤブレンスキー副所長によると、永久凍土の誘拐により、強度が低下しているとの見解がある。下記を中心に、地表近くが凍結していない永久凍土地域では、大河、または草や苔植物などが生えるツンドラが広がっている。そこを生活圏とするトナカイのような動物もいる。 シベリアの永久凍土層からは、マンモスのようなゼモネツ種を含む動物の死骸が、化石として、良好な状態で発見されて、貴重な研究資料となっており、ホラーナライオンが見つかったこともある。一方で、2016年に、ロシア連邦、ヤマル半島で発生した、炭素菌感染は、永久凍土の誘拐により、地表に露出したトナカイの死骸から菌が、 人間にも広がったと推測されている。地球温暖化に伴い、他の病原微生物が地上に再び現れるリスクも指摘されている。永久凍土上での建物やパイプラインの建設は、それらの排熱で凍土が誘拐して沈み込むために、技術的に困難を伴う。この対策として基礎に木材やパイルを打ち込む。 石材を厚く敷き詰めた上に建造する無水アンモニアのヒートパイプを使用するなどしている。アラスカ縦断パイプラインではパイプラインが永久凍土に沈むのを防ぐために断熱ヒートパイプを使用している。ヤクーツクの永久凍土研究所は大きな建物が凍結した地面に沈むのを効果的に防ぐ方法として支柱を深度15メートル以下まで伸ばすのが有効であるとした。 この深さまで行けば、季節変化の影響を受けず、内部の温度はおよそ低く、摂氏5度のまま変化しない。ありがとうございます。